はい、皆さん、こんにちは。今南海の羽衣駅に来ました。今日はですね、ここから分岐する高篠浜支線がですね、晴れて通常営業になるということでね、3年間ねバス代行してたのはね、鉄道タの皆様はご存知だと思うんですけどね、今日から通常のね鉄道運転に変わるということで乗ってきました。バス代行の時ね、残念ながらちょっと一回も乗りに来なかったんですけどね。ではね、改札を通っていきます。やっぱりね、高架化ね、してる間もないね、駅なんでやっぱ綺麗ですね。足元が滑りやすいので手すりにつかまりお足元。電車がやってきたんですけども、なんとびっくりしたのがね、200系がやってきましてね、前までね2200系やったんですけどね、ちょっとこれねびっくりしましたね。これなんかリニューアルされた編成らしくてね、でね、車間部がクロスシートになってますと。でいよいよ、これからですね、高架化された羽衣からキャラバシ、ご覧いただきたいと思います。はい、高篠浜に到着ですと。ここはね、昭和40年代に高架化された、駅ということですね。で一応単線の一面一線なんですけども、ちょっとくし形でねふわっとなんか広がっていってると思うんですけども、一応伏線でできる、でも建設できるような構造にはなってますが、残念ながらならなかったということです。はい、駅の方もねほぼ昔のまんまなんですけど、カブミラーはね、新設されてます。
でよく見てみたらね、これなんか側壁がついてますね。これ前はこれなかったんですけどね。とあと前はバリアフリー対応じゃなかったんですけども、あのエレベーターがつきました。今回はじゃあの1919年にね開業した時に作られた駅舎そのままになりますと、あのこのね、あの駅名板のちょっと下のステンドグラス、ちょっと見えにくいと思うんですけど、それがちょっと象徴的な位置でというところですね。これリニューアルの木にね、この色ちょっとね、あのなんかホワイトっぽい色に塗り替えてますね。で前はね隣のねあの建物と同じような黄土色してたんですけどね、ちょっとあの古くていい感じになってたんですけど、ちょっとあのリニューアルして、であと隣あのバリアフリーになってますので、まあ、車椅子の対応をできるようにスロープも設けられているということで、実はこ このステンドグラスなんですけど、これ本物じゃないですっていうところで、はい、あのなんか、まあ、劣化したりとかしてたので、今は本物は高石市があの別の場所で保管しているそうで、この駅に、挟まっているのは、こちらあのアクリル製のレプリカということだそうです。で、高篠浜では、見たいものが、ございます。これなんですけどね、あの高架ホームの、真下にですね、なんと旧ホームが残っているというとこなんですね。これね、あのおそらくあの高架化工事の時に今このねあのアスファルトのところここを残して営業しつつ高架化したんやと思うんですけどね、まあ、そのままねあの、まあ、今もあのこの石積みがね、まあ、残っているというところでね、あの上も下もね線路が走ってたらね非常に面白いことになってたと思うんですけど、まあそれはねあのありえないのかなと思います。高篠浜からね、キャラ橋まで、ちょっと歩いてみたいと思います。まあ、キャラ橋でねあの乗り降りするの初めてなんで楽しみです。まあ、高篠浜のね今高架下歩いてるんですけど、この効果がね異様に低いなっていうのがねなんか妙に気になりますね。まあ、ここ50年前にねあの先立ってねあの先立ってあの効果がされてるんですけど、あの、まあ、途中にねキャラ橋と高篠浜の間には幹線道路があって、あの、まあ、それをねあのまたぶためという効果がなんで、多分道路のところはねあのちゃんとした高さになってると思うんですけど、はい、高さね 2.9普通のトラックほとんど無理やね。キャラ橋にはね、まあ、高架下に商店街が、まあ、あのかつて、まあ、今これ多分営業していないと思うんですけどシャッター街になってるんで、まあ、こんな感じで商店街が、ね、あったみたいですね。いやまあ賑やかだったんでしょうね多分。ホームに上がってきたんですけども、まあ、有効長が昔ね少し長かった、あの影響でね、旧ホームが残っていますというところでね、あのなんか幅が全然ちゃうんやと思ったんですけど、旧ホームの方はね
なんかちょっと削り取られてるようですね。これ多分ね、あのバリアフリー対応かなんかの、ここエレベーターないんですけどね、結構ホームとあの電車のなんかその隙間をもう極力なんか少なくしたような感じだと思います。こちらはね、代行バスのね、乗り換え口へ行く階段があったところでもう塞がれております。こちらがね、高篠浜線の代行バスの、バスターミナルがあった場所です。で、昨日限りで営業終了ということで、結構広さあってね、まあ、立派なバスターミナルやったいと思います。羽衣駅の、西口の方にやってきました。東口はね、もう綺麗に整備されてて、ほぼほぼ工事が終わってるという感じなんですけど、西口の方はね、まだこれからなのかなというところで、ちょっとね、アスファルトになってるのが、もともと線路があったところですね。はい、なんかぶったけられた歩道橋がね、なんかそれらしいものをね、物語ってるのかなと思ったりするんですけど、一番東のね、和歌山方面の線路から一線ずつですね、横にずらしていって、で、高篠浜線を、高架化して、終了という形でね、かなり、ここは大掛かりな、工事になったのではないのかなというふうに思います。あとはね、堺市の区間でね、浜寺公園、あたりかな、阪堺電車と交差しているあたりが、一番ちょっとこれからのネックになるのかなっていう感じはしますけど、